今回は歌舞伎町四天王の一人西郷徳森の息子、西郷輝彦を紹介するぜ。これまで紹介してきたキャラの中でぶっちぎりのモブキャラね。オカマである西郷徳森に育てられていることから、同い年の悪ガキよっちゃんたちから丸目を受けていたが、西郷徳森を恨むわけではなく、むしろ、母を亡くした自分のために、徳森がオカマになったことに負い目を感じており、一人手で育ててくれた徳森を尊敬しており、彼を誇りに思っているみたいだぜ。思春期の子供なら親がオカマでそれが理由で丸められてたら、普通は反抗してしまいそうなのにどこまでも良い子なのよね。しかし丸められていることに悩んでいた輝彦だったが、お前もお前の父ちゃんも魂の強い男だ。見えてる奴には見えてるよ。少なくともここに二人いることだけは覚えておけ。という銀時とカツラの言葉に救われ、堂々と徳森を授業参観に呼んでいたぜ。授業参観に呼びにくかった理由も、自分が笑われるからじゃなくて、徳森を馬鹿にされるのが嫌だったからという、どこまでも親思いな子供なのよね。まあ、実際に徳森を見て、目の前で笑える勇者がいるのかは別の話だけどな。